私は前職は似顔絵師をしていたんですけど、その絵を描くスキルを次の仕事にも生かしたいと思ったんですが、なかなかやっぱり似たような仕事はなかったんですね。自治体であれば幅広い業種があるということで、そのままではないけれども何かしら自分のスキルを生かせるんじゃないかなというふうに思いました。今って自治体もクリエイティブな人材を求めてるって聞いたことがあったので、なので逆に面白い人間だなって思ってもらえたらなと思って、はい、公務員の仕事を選びました。私は前職では東京、大阪、あとは仙台で移り住みながら仕事をしてきましたが、年々自分の家族を大切に思う気持ちっていうのがどんどん増していることも感じていて、その結果地元に戻って家族のそばで地域に根付いて働いていきたいと思うようになりました。市役所の仕事は市民の方の役に立つこと、幸せづくりだと思っていますが、私が今所属している園芸畜産振興課では郡山のブランド米だったり鯉だったり、あとはブランド野菜とか、そういった特産物の PR 活動を担っています。役所の仕事ってデスクワークとか中でする仕事がすごくイメージとして強いと思うんですけど、私の今の職場では意外と外に出て農家さんとか業者さんと実際にこう対話しながら新商品の開発だったり、その商品撮影だったり PR イベントの企画など、本当に幅広いクリエイティブな仕事が求められるので、すごく刺激的な面白い仕事だと思います。郡山って本当に魅力的な方、生き生きされている方が多くて、そういう皆さんに関わりながらアイデアをいただけながらできる仕事なので、自分の成長につながっているなというふうに感じています。それに役所の中にも職員が3000人以上いるっていうことで、本当にいろんな特殊能力、特技を持った方もたくさんいますし、いつもこうアイディアいただきながらできる、いろんな仕事に携われるっていうところが本当に面白い仕事だなというふうに思います。郡山市役所にはその他にも税務だったり福祉、子ども関係のお仕事とか、いろんな職種があるので、たくさんいろんな仕事を経験して成長していきたいなというふうに思っています。私たちと一緒に自由な発想で新しいことにチャレンジし、課題を解決できる人、そして何より郡山市のことが好きで自分の力で郡山市の未来を作っていきたいと思ってくれる人、そういう人と一緒に働きたいと思っています。